重力による位置エネルギーを調べます。発泡スチロールに釘が刺さっています。この上に金属球を落とすと釘はさらに刺さります。落とす金属球の質量と高さを変えると釘の刺さる深さはどのように変化するでしょうか。まず金属球の質量を変えて同じ高さから落としてみましょう。 46g、68g、112g の金属球を落としたときに刺さった釘の深さを調べます。まず 46g、 0.8cm 刺さりました。次に 68g、 1.1cm 刺さりました。そして 112g、1.8cm 刺さりました。結果はこのようになりました。次に重りを一つにして落とす高さを変えて調べてみましょう。高さ 20cm の時、0.9cm 刺さりました。高さ 40cm の時、2cm 刺さりました。高さ 60cm の時、3cm 刺さりました。高さを変えて金属球を落とすと刺さる釘の深さはこのようになります。今の実験をまとめたものがこちらになります。最初の実験は同じ高さから物体を落とした、まあ、質量が違う実験ですよね。高さが同じところから落ちると、速さは同じになりましたよね。ということは今度は質量だけの違いでどれだけ仕事をするかを調べることができました。今の場合釘が、めり込んだ距離ですね、これ縦軸ということは力を加えて移動させてますので、やはり仕事をしたと言えます。ということは質量と、今度は仕事の関係がこのグラフになります。ちょうど、ね、直線上並んでるんでこれは比例の関係だということは言えますね。次の実験は同じ質量で高さを変えた実験でしたね。今度は20センチ、40センチ、60センチですね。そこからボールを落としました。そうすると 0.923 というふうな、めり込んだ距離ですね。やはり仕事の関係と今度は高さの関係ですが、これも先ほどと同じように比例の関係と言えますよね、はい、以上をまとめると物体の持っている重力による位置エネルギーはこのような形で表すことができます。重力による位置エネルギー、まあ、U で表します。これは質量かける重力加速度かける高さ、 U イコール MGH、 重力加速度は G で表します。ここでですね、質量かける重力加速度、質量に加速度ですよね、かけた値、これ運動方程式で F イコール MA というのを学んでいます。力は質量に加速度をかけた値、これ力なんですよね、重力という力です。つまりこの物体のこの MG というのは物体に働く重力を表します。でそして移動した距離、高さですよね、今の場合これが H だとすると力かける距離ということで、これは本当仕事の式を簡単に表してますよね。お分かりいただけましたか。